皆さんこんにちは、ネンドルの岡田ひとみです。今日は私が姪っ子の2歳の誕生日に書いたこちらの絵本を読みたいと思います。君は天才。作絵岡田ひとみ。僕はプー。森の中の一番大きな木の根元で生まれました。町には僕と似ている子はいないけれど、お話に出てくる怪獣っていう生き物に似ているんだって。ガオー。涙が出るとほっぺがプーッと膨らむからプー。ちょっぴり恥ずかしいけれど、なんだか可愛い響きだから気に入っています。ふふふ。この町には天才がたくさんいます。亀さんは物知り、いろんな本を読んでいます。知識が増えると楽しいことが増えるんだよと言っていました。亀さんは勉強の天才。ニワトリさんは歌声が素敵。毎朝自分で作った歌を聴かせてくれます。その歌声を聞くと元気になります。ニワトリさんは歌の天才。ゾウさんは絵が上手。長い鼻でみんなの似顔絵を描いてくれます。ゾウさんはお絵かきの天才。ネズミさんは足が速い。目にも止まらぬ機敏さで、僕よりも小さいけれど、僕よりも速い。ネズミさんはかけっこの天才。ライオンさんは強い。僕が怖がっていると守ってくれます。強さは優しさ。ライオンさんは優しさの天才。みんな天才。僕はみんなが大好きです。僕はすぐ失敗しちゃうし、勇気もないし、泣いちゃうし、何にもできません。違うよ。プーちゃんはいつもみんなの素敵なところを教えてくれるじゃないか。私の歌を毎日聴きに来てくれるのはプーちゃんだけだよ。プーちゃんはいいところを見つけるのが誰よりも得意。そしてみんな声を揃えて言いました。君は天才。皆さんも周りの人のいいところを大切にできる優しい人でいてください。